どうも皆さん、ベイビーカンパニーの H です。今日は大好きなエコタンと、デートに行っております。どこに今日は行きますか？お花畑。お花畑、菜の花畑。もう時期か。うん、去年まだ熊本に住んでる時はお家の前で撮ったね。撮った撮った。菜の花ね、綺麗だったもんね。桜と菜の花、うん、そうそう。ヘチさん、お肌綺麗だよ今日。そうですか？ツルピカリン。そうですか？あなたの何だったっけ、あなたのお耳の恋人 H ですだったっけ。はい , 笑った。成果ゲームね。うん、あ、大変な思いしてきました。落ちるとこだったよ車。俺の運転技術があったからなのかなって脱輪してましたね。見て、ほら、あんまり綺麗。本当だ、ラモヒネはね、海の中道が綺麗ですよ。なんとか来ましたけど、たどり着いたの。これがカフェかい。そうかもね。あ、菜の花がね、うん、菜の花のお花がね、綺麗。オープンしたばっかりなんだよ。うん、今日、昨日、ん、昨日ぐらい。うん、15日って。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。あ、綺麗だ。見て、一番綺麗だよ。だいぶ開いたですね。お邪魔します。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ここに座って食べれる。ここに座って食べようか、うん、ね。いつオープンしたんだっけ？15日。昨日。昨日。昨日オープンしたって。たまたまインスタで見つけたの。うん、いいだから今日なんかちょっとさ、多いかなって思ったけど、よかった。うん、車よ。動画撮っとかないとあれ。そうだよ。それどころじゃないんだね、人間って。うん。遅いところに Google がね案内したから。まあ見て、プレゼントももらった焼き菓子だって。見てみよう。
ショートケーキにしました、はい、じゃこれはチーズケーキにしましたね。エイチさんチーズケーキで、お店の方のおすすめのガレットブルトーヌ、うん、焼き菓子も買ってみました。これお砂糖入れた、これで混ぜ混ぜしないと寒い？うん、もうすっかり秋だ、秋だね、秋、春だよおいやめろよ、秋じゃねえよ何言ってる、春だよ、食べるよ、うん、食べよう。あ、ウグイスが鳴いてる、美味しい、ちょっと食べていい？いいよ、一度から、すっごい響くね、ウグイスも。ね、すっごい美味しい。エチさんのショートケーキどうぞ。俺太ったよね、うん太ったな、ちょっと夏場が痩せすぎただけだ。ハードワークだったから、ショートケーキいただきますよ。ちょっとどうぞ召し上がれ。すごいね、ウグイスの鳴き声聞きながら。すごくない？響く鳥の声。鳥の声ぜひ皆さん来てください。美味しい、ここのケーキ。うん、美味しい。すっごく美味しい。美味しいね。チーズケーキめっちゃ美味しかった。でしょ？うん。暖かくなったらいいよね、うん、1月ぐらいは菜の花が咲くの、うん、そうだね、うん、もうラモヒネが終わるのかな、開いてるって言ってたよ、そこ、どこ、おばちゃんがさっきラモヒネが開いてる。でも海の中道ってまだ、うん、5月ぐらいまで咲いてるらしい。結構長く楽しめるのかな。うん。ケチさんもお花と一緒撮ってあげるか。すごいね。綺麗。うわあ、すげえ。綺麗。これはすごいね。すごい。綺麗だね。いいとこだしな。本当本当。やっぱりね、暖かくなるとね、うん、景色が変わるからお出かけするようになるよね。うん、ケーキ屋さんもさ、ちょっと蜂がブンブン言ってるんだけど、蜂、お花畑だからね、いいね。はい、ということで急遽、うん、Q&A をやってみようと思います、うん、そうそう、なんかさ
あれでしょ、この間の2回目生配信の時に、本当は Q&A も答えますねって言ってたのに、視聴者さんからのコメント読むので終わっちゃったんだよね、まあ、ベイビーカンパニーのアイコン1203の意味は何ですかって来てました。記念日。はい、何の記念日ですか？H に告白された日付き合い始めた日の記念日、が数字にしてあるね、H さんがお花、バラのお花をね、あの持ってね、待ち合わせの時間にね、ちょっと遅れてきたのね。で、大丈夫かなと思ってさ、ベイビーちゃん心配してさ、待ってたらさ、お花を入って渡して、僕と付き合ってって言ったの。あ、僕って言ってない俺様と付き合ってって僕と付き合って、僕って言ってない僕と付き合ってくれるってやってって変えるんじゃない言ったのね。そうでしたね、ベイビーちゃん、やったって言った。言ってない一言も発してないうんって言ったね。うんとも言って , 笑ってた、そう、だから1203記念日、です、はい、これ何のバラ？いや、ブーゲンビリアじゃないかな。詳しいね。お花、もうちょっと終わってる。本当、花と食に関しては詳しいよね。お花好きだもん。食べ物とね。いいですか？一個だけ Q&A。もう一個ぐらいなんかあった気がするけど忘れちゃった。何だったかね。なんか書いたんだけど忘れちゃった。何だったかな。何に書いた？紙。ああ、持ってきてないね。グダグダじゃ。これは何？おまけ動画になっちゃう。おまけ動画だな。菜の花映像のおまけ動画になっちゃうのかな。そうね。あ、じゃあ。でも、アンソレイユってね、まだネットで検索しても出てこなかったから。出てこなかったよ。たまたまベイビーちゃんインスタに出てきたんだけどさ、なんか何農園だったっけ、シダフラワー園の、ね、おばあちゃんたちがあのやってらっしゃった、経営してらっしゃるそのフラワー園にの中にお孫さんがケーキ屋さんをね、出されたって言って、まだなんか準備段階でドリンクとかもね、なんかセルフでコーヒーも飲んでくださいみたいな感じで、ね、アットホームなケーキ屋さんだったね。なんかでも、まあ、来るとき気をつけないとね。そうそう、道がね、Google がなんか違うところ、とんでもないところついてたから。そういえばね、書いてあったインスタに。あ、本当早く言えよごめんなちゃい、エチタ、ごめんなちゃいね。すごいとこ行かされてね、エチタ、大変だったね。運転テクニック、すごかったね。ごめん、書いた、そういえば。Google で行ったら、えらいところに行かされますって書いてあった。おい。今思い出した。あの大型の免許持ってるからできる、あの、ハンドルさばきは。あれ、ちょっともうベイビー、崖に落ちてたね。もう見るのもなんかよくわかってない、そうそう、車を誘導してって言われてもさ、無理だよね。なんかだってもうこっちに来たらズボってなんか、だからタイヤのさ、どこを地面通るかっていう挙動がわかんないでしょ。そう、わかんない。そうだよね。だってそんな免許の時、取る時勉強してないもん。いや、だから大型は持ってないからだよね。大型は内輪差が大きい。ベイビー外に出て誘導はいいけど、 H11 全部降りてきて自分で見たが早いな。そこ中からさ、車の中からさ、エイチがさ、いいいいって言ってんのにさ、ベビー嫌いにならない
なんかそのシーンを動画で撮らないといけないじゃない。もうね、やっぱそこがやっぱり YouTuber じゃないよね。うん、やっぱ起点が効かない。あ、これ動画撮っとかなきゃってならないもんね。ならない。それどころじゃないもん。ベビちゃんの車が崖に落ちちゃうってなって、もう大変なことになった。レスキュー呼ばないといけないところ。はい、もうぜひね、うん、ぜひ皆さん来てください。うん、嬉野のここは何ていうとこ？シダフラワー園で検索した方が出てくるし、すごくケーキが美味しかったね。嬉野、うん、ケーキ美味しかった。チーズケーキめっちゃ美味しかったね。うん、ショートケーキも美味しかったし。あの道を間違えないようにね、気をつけて、うん、いらっしゃってください。もうちょっとしたら1-2週間ぐらいさ、これ桜がめちゃくちゃ咲くよね。うん、桜が咲いてさ、この川沿いにね、すっごく綺麗だと思う。絶対映えるやろ。絶対映える。はい、いらっしゃい。バイバイ。バイバイ。ブランコどっかで乗ったね。どっか？トレーラーハウスの時。あれで？タイヤ？ブランコじゃないね、ソファーだったね。ハンキングチェアだ。うん、あれブランコじゃなかった。あ、いいな、こんなところに住めたら。お花畑に住めた、毎日ベイビーちゃんこうやって遊ぶかも。よって言うな。年取ってくるとさ、子供の時できたことかもできないよ。H で年取ったとか言うな。うわ、酔いそう。まだ若いよ。俺あのほらグリーンランドのなんだっけ、あの、うん、バイキング、うん、酔ったじゃん。バイキング、ああね、こうそういう系苦手だよね。苦手だ、気持ち悪いな、うん、もう降りな。ブチッとか言ったら帰りも運転しないといけないから。大丈夫、いいとこよ、動物の森よ。帰ろっか。行くか。うん。ここだよ。あそこですね。あの道に迷い込みます。そうそう。あんな細いとこ、あんな細いところ無理でしょうよ。でもそこまでは来たんだよ。来た来た。で、こっからどう生かそうって言うんだよ。無理でしょうよ。